現在は1つのみ装備できますが、 MC スキルをさらにインストールすると2つまで装備できるようになります。組み合わせによってもっと効率よく敵を倒すことができるかもしれないので、自分の戦略に合った MC スキルの組み合わせを探してみましょう。さあ、どのメタリックチャイルドのところに行きますか？はい、武器を選択してください。スキルを装着したらいいですかね。着いたら連絡して。人生という名のチップをかけましょう。あなたを歓迎します。運命を切り開く者よ。ここがあなたの運命を占うところ、ダビニザ・ギャンブラー、私のパーティーへようこそ。私が聞いてみます。こんにちは、ダビニさんですか？さようでございます、勇者様。私はこの宇宙船の観光区画のカジノドリームでディーラーという運命を背負っていたものです。こんなところで何をしているんですか？ここは危険です。グッド、いい質問です。決められた定めに従わず前に進む者たちを導くこと、それが私の運命というものです。何をされているのかさっぱりですが、あなたも自分の運命を試してみたいでしょう？感じます、あなたの使命、あなたの運命、あなたの中の審判者。あなたのすべきことはたった一つ、二つのうち一つを選ぶのです。二つのボックスの中、一つにはあなたの使命に役立つものが、一つにはあなたの使命を妨げるものがあります。 50% の確率。
勇者よ、あなたの運命を切り開くのです。面白いですね、この出会いは運命。あなたは逃げられません。選択と決定、ただその二つがあるのみ。勝利と幸運の女神があなたと共にあらんことをね。ちょっと待ってください。そんな、二つのボックスを置いて消えてしまいました。ドアもロックされてしまいましたし、強制的に選択しないといけないようになってしまいました。では運命に立ち向かってみましょうか。運命の勇者様、このボックスは爆弾でした。諦めるわけにはいきません。ダメキルだ。くよー、バトルクリア。エスキア、いただきます。ユニコアのインストール解除されました。到着しました。進みましょう。ボックスを見つけました。よっ、起動できましたね。到着しました。先に戦闘準備完了。はい、テイクダウン。ちょっと痛みますよ。はい、えい、バトルクリア。えっ、進みましょう。目標地点に到着。さじゃあ戦うしかありません。よいしょ、よいしょ、いただきます。やー、バトルクリア。それ、えよいしょ、ここを発見。コンプリート。いただきます。装備ショップを見つけました。必要なものはありますか。
red line. コンプリート。敵たちのネストを見つけました。目標地点に到着。到着しました。ほっ、先に進みましょう。向こうから強力なエネルギーを感じます。準備はできていますか？
インストール開始。インストールコンプリート。システムが解除されました。いや、
コアのインストール開始。コンプリート。どこへ行きましょうか。戦闘準備完了。よいしょ。待ってよ。ダブルキル。耐えきれますか。はい。ビタバタしないでください。バトルクリア。えっ、体力も回復しました。私たちなら勝てます。せい、動かないで。じゃあダブルキル。そう、よいしょ。いや、ドローンが解除された。コンプリート。到着しました。先に進みましょう。到着しました。先に進みましょう。目標地点に到着。届かないものですか。
準備完了。おっきゃ、倒れてください。食べますか。せえ、それと、ほっかと、バトルクリア。え、
ユニコアのインストール開始。それ、バトルクリア。えっ、目標地点に到着。出しちゃダメです。どいてください。はい、こっちです。じゃあ倒れてください。耐えられますか。バトルクリア。えっ、完了。倒れてください。行け。はっ、えい、ダブルキル。ユニコアのインストール開始。バトルクリア。えっ、戦闘準備完了。倒れてください。せい、えい、こっちで。よっ、はっ、バトルクリア。えっ、せい、ほっ、はっ、とぅ、とぅ、戦わせてもらいません。えい、いきまーす。はっ、飛んでけ。バトルクリア。えっ、それ、ユニコア発見。ほっ、ここはエネルギーが解除されました。完了。コンプリート。どこへ行きましょうか。戦闘準備完了。せい、それ、はぁ、僕は耐えられません。えっ、わぁ、ダブルキル。よいしょ。バトルクリア。えっ、体力が回復しました。武器アップグレーダーを見つけました。より強力な武器にできますよ。アップグレードスタート。アップグレードコンプリート。よし、戦ってみよう。
システム起動。戦闘準備完了。はあ、はあ、
起動。どこへ行きましょうか。油断しちゃダメです。倒れてください。それそれは、バトルクリア。えっ、敵を補填します。倒れてください。やー、それ倒れてください。まだ敵は倒れません。コアのインストール開始。バトルクリア。え、到着しました。敵に刺されたら勝てません。倒れてください。はっ、はい、掴みますよ。テイクダウンに終わらせます。しないでください。はい、ピタバタしないでください。ユニコーン発見。オッケー。やー、ユニコーンのインストール開始。Thank you.
イルドのネストを発見しました。どこへ行きましょうか。よし、戦ってみましょうか。どうですか。それ。わざわざここまで来て私の邪魔をするのよ。グレイバー、あんたなんでそんなにあちこち走り回ってんのよ。あんたなんかに私の気を使わせるの。グレイバー、ちょっと手伝ってくれませんか。あなたが持つ小味も少しだけ動けてください。めんどい、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 めんどい。今、この宇宙船が墜落したら、すべてが終わってしまうんです。めんどい、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 めんどい。あ、今気づいたんだけど、あんたさえいなければもう、面倒ごとに巻き込まれないよね。うん、面倒だからこれ以上動けなくしてやる。面倒だけどね。戦闘準備をしてください。行きますよ。行きますよ。入れますか。やっ、はっ、やっ、やっ、すごい。Yeah.
だ準備されていません。MC スキルがまだ準備されていません。はい。それ。と戦いたくないのに、それしか方法がないのがとても残念です。いくら自分で考えることができるメタリックチャイルドとはいえ、僕たちよりはアイリーンに従うだろうな。彼らにとって君は結局人間の肩を持つ裏切り者なんだから。どうして裏切り者なんて言うの？それに君じゃなくて私たちだから。そんなことよりすごいデータを発見したんだけど。あ、話をそらしたでしょ。別にそらしてないし、本当に大事なことなんだよ。サーバー室でアイリーンのバックアップデータを見つけたんだ。え、どうやって見つけたの？サーバー室のデータをチェックしていたら、意図的に削除された怪しい履歴を見つけて復元してみたら、それがアイリーンの記録だったんだよ。本当に？どんな内容だったの？データナンバー2335、復旧完了。ちょうどデータの復元も完了したみたいだから、一緒に確認してみよう。うん。夕方のスケジュールは、メタリックチャイルドのプロジェクト方向転換と目標再設定に関する会議。聞くまでもなく、またメタリックチャイルドを戦闘型に変更すべきだと言うんでしょうね。無意味な会議になんで毎回参加しないといけないんだか、意味がわからないわ。メタリックチャイルドの維持に必要なコストが高すぎるって言われて、ミニコアとコアジェムを開発したのが裏目に出てしまったようね。お偉いさんたちはもうメタリックチャイルドには興味がなく、あのエネルギー源にしか興味ないんだから。上が望むものを作れば、これ以上余計なことを言われることはないと思ってたのに、とんだ計算違いだったわ。ああしろこうしろって口出しはひどくなるばかりだし、プロジェクトに割り当てられた研究費用から何度も使途不明で使われている形跡もある。お偉いさんたちは一体何をしているのやら。横領罪でお前たち全員訴えてやる、なんて直接本人たちに言えたらすっきりするだろうにね。振り回されるばかりで、最近はロナともあまり遊べてなかったな。あ、でもお詫びにロナへはサプライズを用意しているところよ。とても特別なコアジェムをね。きっと今まで一緒に遊べなかった不満を吹き飛ばせるほどびっくりするわ。あなたは夢にも思ってないでしょうね。愛してるわ、ロナ。あ、やっぱり夜にこんな記録を残しちゃダメだ。感情的になりすぎてしまったわ。じゃあちょっと何も知らないお偉いさんたちの相手をしてきますか。また後でね、ロナ。ママ。動画はここまでだよ。ママは、私にもコアジェムをつけてくれようとしていたんだ。私が充電を行っていた時の映像みたいですね。こんな記録を残しているとは夢にも思いませんでした。パン、他のデータはなかったの？データを復元するにはコアジェムエネルギーがもっと必要だよ。早くコアジェムを回収しに行こう。わかった、コアジェムね。この記録をたどればきっと事件の真相にたどり着けるはずです。あんなに優しかったママが何の理由もなく
こんな事件を起こすはずがありません。さあ、早くコアジェムを集めに行きましょう。達成できた課題はありますか？カスタマースタート、カスタマーコンプリート。アップグレードは重要です。アップグレードスタート、アップグレードコンプリート。アップグレードスタート、アップグレードコンプリート。